寝てやってくれない？は？おじいちゃんと寝てあげてほしいの。お母ちゃんのおっぱいが恋しいんだって。クビになっちゃって大変だね。どうするの？おじいちゃん何やってるんですか？その本だ。そっか、お家に連れてってよ。セーラー服着てあげるからさ。このくらいしかできないですけど、家事は任せてください。厚かましい。皆さん、真壁義雄先生はエロ本を盗みました。わかった、いかにテンパ。え、なんで一人なんですか？そんなことあんたに言う必要なかろうが。娘夫婦なんか俺なんかどうなってもええ思とんねや。私じゃダメかな。話し合いで生きてたって誰も相手にしねえってよ。私が相手してるから。今日生まれる子も私のじいさんもみんな一緒に生きてんだよ。お互いにちょっとだけ目に見えない距離を歩み寄ってさ。この人だーれ？私のフェーラー人。今は遠く 0.5 ミリ。